特撮ネットワークをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。レジェンドヒーローナインティーズです。どうも。ということでですね、今日はステージをね、我々のステージをちょっと取材していただくということで来ていただきまして、初めてご覧いただく方もたくさんいらっしゃると思いますので、ちょっとちらっとメンバー紹介をさせていただきたいと思います。馬田圭一です。よろしくお願いします。直接時代大連ちゃん、キリネちゃん、土屋圭介です。よろしくお願いします。地球戦隊ファイブマンのファイブブルー、新田千秋です。よっよっ。そして、調理戦隊オーレンジャーのオーレット、星野五郎役を務めました隊長こと宍戸まさるです。よろしくお願いします。ということで今年ですね、このメンバーで立ち上げた、戦隊ヒーロー出身の人たちだけで、立ち上げたグループということで、活動しております。またこれからいろんなところをですね、全国回って、皆さんに勇気と希望と、与えながら、そしてまた我々も与えられながらですね、頑張ってやっていきたいなっていうふうに思っております。名前はレジェンドヒーローナインティーズですね。ヒーロー仲間がたくさんいる中で、そしてどっちかっていうといつも日頃同じ1990年代にやってたその戦隊ヒーローのメンバーでよく集まるメンバーというかですね、本当に気心知れたメンバーが集まって何かできないかなというところから、じゃあちょっとグループを組んでグループ歌手ですね、アーティストとしてこのグループを組んで世界に飛び立とうと、話が初めから大きな、まずは日本のからね、始めるんですけども、全世界へゆくゆくは、飛び立つレジェンドヒーローナインティーズにしていこうということで、プロジェクトを組みました。そうですね、敵は我にありって感じで今あれなんですか？歌のジャンルでちょっと宍戸さんから声をかけていただきまして、この度、ユニット結成ということで、僕も微力ながら参加させていただくことになりました。これから新しいジャンルですけども、ひたすら戦ってます。皆さん応援してください。よろしくお願いします。よっよっ。じゃあ、じゃあいいです。そうですね、本当にいつも仲良くさせていただいていて、本当に仲間っていうスタンスの皆さんが集まって、何かヒーローをやっていたからには何かヒーローらしいことが、しかもこう歌を使ってというか、歌で何かを伝えるというか、なんかヒーローがこういうことをやったらこんななんか幸せなというか、こんな平和なというか、でまたエネルギッシュな何か伝えられるんじゃないかなと思って、本当に微力ですが何か参加させていただきました。本当に応援してください。よろしくお願いします。海外の皆さんになかなか会う機会がないんですけど、たくさんいるということで聞きまして、非常に嬉しく思います。たくさんいるということなので、ぜひこのレジェンドヒーロー 90s を皆さんにも応援していただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひ応援してください。よっよっ。じゃあよろしいですか。じゃあ私がじゃあ最後、皆様、とにかく日本で我々は、戦隊ヒーローものを、演じて、やってきたわけですけども、また全世界にですね、向けてというか、また日本ももちろんそうですけども、いろいろ全世界の人たちから注目され、また応援していただいているというのはすごくありがたく思ってます。我々レジェンドヒーロー 90s はこれから頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆さん
応援よろしくお願いします。お願いします。そして、我々の初の、CD が、12月の、2015年12月の、16日に、CD が発売になります、アーティストはもちろん我々レジェンドヒーロー 90s で、歌の名前はレジェンドヒーロー、そして青い星は輝くだろうという2曲を、12月16日に発売になります。お、全世界の人に聴いてもらえるように僕が、力を込めて、作らさせていただきました。お、これを4人で魂込めてこれから歌っていきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いします。お願いします。